はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、伊藤ちゃんです。今回はですね、なんと、いやー、とどね、欲しいものが来たんだよね。イベントで、期限ですけど1ヶ月使わせてもらえるのかな、ステラフォーチューンということで、ハリマオとかの P90 系のね、武器の相談数アップバージョンプラス超強化された、武器でございます。これマジで強いです。以前ですね、 X95R がすごく強いって言われてたあの時期ぐらいの時、バハムート、あの最強バハムート、ナイトフライヤーがなければ最強だったんじゃねえかって言われるくらい強い武器でございます。これ壁抜きができるんですよ、なんとね。だから本当にこれね、マジで強いんで、ぜひ、こいつの強さをね、皆さんに見てもらいたくて爆破に行きたいと思います。早速ね、P90、ステラフォーチューン使っていきたいと思います。はい、それでは途中参戦ですが、ここでやっていきたいと思います。さっきまでちょっとね、一回使ってたんだけど落ちちゃったんで、ビーンっつってビーンで落ちちゃったんで、面白いシーンだけ後で切ってやっとこうかな。見せたい、もうちょっとね、アホなシーンがあったんで。ナイス、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いや、いたよね、それっぽいの。絶対いた。手榴弾よ。やべ。どっち？右か。はい。いや、やばいでしょ、さすがに。いやー、削れんかった。ナイスナイス。いやね、さっきもね、ちょっと使ってたんだけど、これね、反動がね、少し微妙なんだよね。で、射程が少し、あと射程もちょっと足んない。反動が X95R に似てて、で、射程がそれほどないっていう。もうほんとベレスク系と、ただ壁が抜ける威力が高いってのは、このサプレッサーつけた時の威力が、サプレッサーつけても威力がアホみたいに高いんですよ、これ。壁が抜けないんですけど、本当に高くて、かなりね、サプレッサーつけて戦うのがいいのかなと思います。まあ、状況、ケースバイケースなんだけどね、状況にもよるけど。大丈夫か？手榴弾を使うぞ。さすがに。さすがに？どっち行ったらいいんだろう。どっちかが正解。いや、でもこっちに行こうとはしてたでしょ、多分。誰か。あれ？いないか？カバーするぞ！さあ、17発あれば全然余裕で落とせる。ほい、オッケー。赤点は大事ですね。ヘッドの威力がバカバケ。かっこいい。サプレッサーつけるとき取り出してもこれかっこいいんだよね。超かっこいい、これ。ほんといいと思う。デザインもいいっていうか、デザインっていうか、そのなんか、そのなんていうんだっけ、こういうの、なんていうの、こういうの、フォルムもいい、デザインもいい、その取り出しとかのそういう系、あれもいいし、いいよね。音も結構好きだし、覗くとこんなんだし、なんかファルコーンパーンチみたいな感じ。味方が衝撃された。どっちかって誰かな。覗いてもね、結構やれます。覗いても結構集団いいですね。個人的にはね、遠距離戦になった時っていうか、中距離ちょっと離れてんなと思った時は、覗いて止まって撃った方がいいのかなと思います。そっちの方が反動をかなり抑えられるっていうね。やってみましょう。こういう感じです。最装填いいやな感じですね。敵を全滅させた。あ、マッチの時は覗いててもいいのかなと思いますよ、これ。まあ、こちらも好きな方だけどね、やりやすい方でっていう感じだけど。
で35の215っていうのが半端じゃないから、いや250発もね弾があるっていうのは本当に素晴らしいなと思います。弾数が多いってことは壁が抜けるべきなんで、弾数が多いんでやりたい放題ですよね、これは。まあバレない範囲でですけど、やりたい放題できるっていう、結構ねストレスなく立ち回れるような武器ですよね。手榴弾を使うぞ。あんまり距離が離れると弱いので、手榴弾まで離れないように。やばいですね。出ましょう。えい、手榴弾を使うぞ。バレてない。まあここに隠れて来たらやるって感じですかね。来るかな。結構ねここ危ないっす、今場所的に。いや怖え。そっち行ってる、行ってるっぽいですね。爆弾が設置された。いや後ろだった。ここ外すちゃらね、ありましたね今。外してくれればね、わからんかったよ今。かなり賭けでいったから今。おお、ファルコンパンチとか言った、ファルコンっていう人がいた。いいね、ファルコンランチですねこの時間帯ですと。ちょっと待って、返事したい返事したい。はい、ありがとう。この鉄板の返し方ね。俺もそこ守りてぇ。いいですね、本物ですよ、本物ですよ。この名前はチャットしてる間に味方がやられるっていう、このやばい悪循環。いや左、大人気、嬉しいよ。ただね今ね、あのチャットしてるばかりに味方をぶっ殺してしまい、挙句の果てに攻められて自分が死ぬっていう最悪なことをしてしまいました。ありがとう。いいね、ホットですよ。まあ、三三で折り返すっていうね、素晴らしいですね。いいよ、こういういい熱い試合をお届けしたい僕はね、みんなにね。いい、こういう登り、この登りの速さ、登りの速さ、攻めの速さ、攻めの立ち、こういう感じ。はい、スルーするよー。ごめんなさい。あー、バレチンコ。これ言っちゃダメだ。バレチンコですね、今のは。さあ、ああいうアクロバティックなね、プレーをこの2016年上半期はしていきたいなと思います。やはりね、あ、上半期じゃない、下半期ですね。やっぱり下半期は、上半期は結構上半期というかね、あの何2014、5年はね結構堅実なプレーを心がけてたんですけど、やっぱね飽きてきましたね、堅実な堅実なってのは。2016年の夏くらいからかな、6月過ぎたあたりからはもう少しこう今まで自分はしなかったようなプレーを心がけてはいるんですけどね、まあ、アクロバティックな意図を見せたいですね皆さんに。というわけでいきましょう。今度センター行きますよ。同じ場所は二度攻めない。嘘、攻めることもある。これさ、グレー入れたら飛ぶんじゃね。うい、主流だ。この脅し、じゃ来ないんで行きましょう。やばいよそれ、やばいやばい。何この武器、ワイミチクじゃないですか。目標地点への偵察兵を要請。やった、やってくれやってくれ、ナイスー、うわナイスー。いやー当たられたー。見てくると思わないじゃん。俺の中ではここで準備してたからね今戦う準備。
いや、いいカバ、のこのこさんいいよ。きのこのこのこ元気のこエディンギマイタケブナシメジ、すごいブナシメジ。あー、ここからのワンオンスリーいいよ、熱いよ。ポイントライフルスナイパー3ヘリ揃った流れよ。最初ライフルを買っていく。さあ残り5発からのこの AK47 ノーマルユーロ武器でございます。さあそしてここから C4 が落ちているところだが、回収せずに残り1分を使い立ち回って敵リスをまず回ってゆっくり歩っております。30発リロードは万全、戦う準備も OK。 さあその AK の先には敵がこっちを向いて待っているのか、それとも横を取っているのか。さあもう一回同じ場所に帰ってくる。まずは C4 の回収、そこからさあスナイパーとライフル、あ違う、スナイパーとポイントマン、いいとこまで言っていたのにミスってしまうという。そこから登れんぞ、大丈夫か、丁寧なクリアリング。さあゆっくり、その裏を見ないのか、その裏は見ないのか。作戦は失敗だ、本部に気をつけよう。 AD の裏はミント、あかんばい、あかんばいですね。いや大丈夫だよ、大丈夫だよ、まあ俺に任せてくれ、俺が小部屋の達人だから、小部屋の達人任して。はい、ピヨーン、おお敵があるぞ、こいなんかすごい位置に入っちゃった。泣いております。普通に投げちまえ、ほれ大丈夫、大丈夫、みんなこっち警戒しないけど大丈夫、これ結構やばいね。いやー来たった、いや最初めっちゃ削られたのが痛かったな。赤いカニ、え、全然違うのが死んだ。さあ左にもいるし右にもいるんだな。なんか一瞬の静止があったな今。まだいるよ、それ、あー戦えない、惜しいね、俺が削ってればあったかもね今。本部に機関艇を、やられております、だいぶやられております。これてやっぱね、こうなった以上ね敵リスを突破しちゃうのが早いんですよ。敵というわけで敵リスをね突破しに行きましょう。いいですね、同じ考えの人がいます。スナイパーのこのやるのにサイレンサーをつけて、死なない、ワンバーチャンス、ワンバーチャンス、見えない、外そう、頭に今入ってましたね完全に。さあ揺さぶりをかけていきたいところとか、なんか後ろにいない、これ大丈夫、なんか見たことない、あれあってはならないところの位置に今あれが点がついてたよ。ピヨー、こっちの方が行きやすいんじゃない。あ降りて撃って、ここだ、ここ今 OK でーす。これあれだよね、完全にダメなやつだよね、 C4 がね。目標地点への偵察チームを要請する。さあ完全に C4 です、あとは。いやーいやー、いや敵は怖いはず、ここから見せていこう。よしよしよし、走らせ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 、逃がさない、よし逃がさない逃がさない、もう見つけたらそこで仕留める、それがねやっぱ FPS のね、勝つための条件ですよ。必ず1回のエンカウントで仕留めるっていう、まあ、さっきだいぶ仕留めてなかったけどねセンターでね。ただやっぱ勝負してくる限りそこで必ず仕留めに行かなきゃいけないんで、大丈夫か、そこ大事なんですよね。いやー今止まっちゃったのまずいと思った、今ねやっちまったと思ったんで、ね、止まった時、止まった時にやばいと思った。そのマジナイス素晴らしい、素晴らしいんだけど今の止まった
ったの UAV のやっぱ車線を見てて止まった時、あの UAV の真っ正面に止まっちまったって思ったんだよね、ジャンプして着地した時はね。あれがねよろしくなかったっすね。今さあ2対3十分ありえるよ、全然まだまだあります、ここからの逆転。マジ？おーマジかー、ファイトー。ああ最後開けなく負けてしまった。というわけでね、強いでもこれマジで。はい、そんなわけでですね、24-7ということでだいぶ好成績を収められました。まあね、ぶっちゃけた話ね、強いんですよこれ本当にね、強くて、なんだその頭に入れた時のダメージもそうですし、そのサプレッサーつけると結構ブレがあったりもね、ペナルティでねあったりもすることもあるんだけど、それもなくて、まあ、全体的に見て、すごく火力がいい、まあ、射程は低いんですけど、ちょっと火力がいい、あとは連射力もいい、取り出しも早い、リロードもまあどうだろうな、まあ、サプレッサーつけるのはちょっと遅かったけどね、まあいろいろそういうところを見てね、強いなっていう風に思いました。だからこれね、かなり本当に期限としてもらった中ではすごいいい武器もらったんじゃないと思います。これ買えよってことなんですかね。まあフォーチュンってなかなか出ないんでね、あれなんですけど、まあでも出る、ぜひね、出る機会があれば皆さん回して当ててもいいと思いますよ。これはなんか、95R もベレスクも MP7 もちょっと違うのを使いたいっていう人はこういうのを使ってみるのもありなのかなと思います。ていうか35発ってやっぱでかいね。ベレスクや 95R は30発ちょっと物足りない部分があるけど、これはね5発多い分本当に弾数が多いってことはそれだけチャンスが増えるんで攻めれる。なので本当に使いやすくて、これは本当強かったです。まあね、僕もね聞く機会があれば回してゲットしたいなと思いますので、ぜひ皆さんも当ててみてください。はい、それではここまでとなります。ありがとうございました。じゃあねー。さあもう一つも変えて潰しようかな。マジで